皆さん、こんにちは。今日は、私の友達のゆきさんの一日について聞いてみましょう。Hello, everyone. Today, let's listen to a day in the life of my friend こんにちは。私はゆきです。私の一日についてお話しします。私は朝早く起きます。超型人間なので、毎日5時半に目を覚まします。 まず、心を落ち着かせるために少し瞑想をします。その後、歯を磨いてシャワーを浴びます。そして、楽な服に着替えます。朝ごはんはいつも両親と一緒に食べます。オレンジジュースが私の大好きな飲み物です。 朝ごはんの後で時間割をチェックして学校に行く準備をします。学校へは地下鉄で行きますが朝はいつもとても混んでいます。学校では科学、数学、歴史などいろいろな授業があります。私は歴史が一番好きです。歴史は過去について学び、 どう変わったかを知ることができるからです。昼ご飯はんは友達と一緒に学校の食堂で食べます。私たちは話したり笑ったり、時々食べ物をシェアしたりします。午後も授業が続きます。学校が終わったら家に帰ります。もし宿題が出ていたら、 早めに終わらせたいので、家に着いたらすぐに宿題をします。夕食は7時に始まります。母はよく夕食の後にデザートを用意してくれます。私の一番好きなデザートはチーズケーキです。夕食後はゲームをしたり本を読んだりしてリラックスします。 普段は夜、9時ごろに寝ますが、週末は時々好きな映画を見るために夜更かしすることもあります。超型人間、超型人間。morning person, someone who is good at waking up early。瞑想、瞑想。 メディテーション、itation, quiet thought to calm the mind. 時間割時間割り、Timetable a school schedule、地下鉄、地下鉄、地下鉄。 Metro, a city train. 混んでいる混んでいる混んでいる。Crowded, a place full of people. 授業時間授業時間授業時間。Period, the time for one class. 食堂。食堂。Cafeteria place in school to eat lunch 終わる。終わる。Over something finished Dessert 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 sweet food after a meal 夜更かしそれでは質問の部分に移りましょうコメントに答えを書いてくださいユキさんは何時に起きますか What time does

ゆきさんは週末に何をすることがありますかこんにちは。私はゆきです。私の一日についてお話しします。私は朝早く起きます。超型人間なので、毎日5時半に目を覚まします。まず、 心を落ち着かせるために少し瞑想をします。その後、歯を磨いてシャワーを浴びます。そして楽な服に着替えます。朝ごはんはいつも両親と一緒に食べます。オレンジジュースが私の大好きな飲み物です。 朝ごはんの後で時間割をチェックして学校に行く準備をします。学校へは地下鉄で行きますが朝はいつもとても混んでいます。学校では科学、数学、歴史などいろいろな授業があります。私は歴史が一番好きです。歴史は過去について学び、 どう変わったかを知ることができるからです。昼ごはんは友達と一緒に学校の食堂で食べます。私たちは話したり笑ったり、時々食べ物をシェアしたりします。午後も授業が続きます。学校が終わったら家に帰ります。もし宿題が出ていたら、 早めに終わらせたいので、家に着いたらすぐに宿題をします。夕食は7時に始まります。母はよく夕食の後にデザートを用意してくれます。私の一番好きなデザートはチーズケーキです。夕食後はゲームをしたり本を読んだりしてリラックスします。 普段は夜9時頃に寝ますが、週末は時々好きな映画を見るために夜更かしすることもあります。